さあ、というわけで、はい、ダイナマイトライブボリューム18、はい、お越しいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いや、最近なんかありました？そうですね、この間、猛烈ハリケーンライブ終わりに、メタリック農家のアロエさんと、春菊兄さんと3人でご飯食べに行こうってことなんですよ。おー、珍しいメンバーだね。そうそう。で、マカロニグラタンの梅さんが毎年してる、カニクリームコロッケが美味しい店分かる。あ、はいはいはい。そこで、ご飯食べてたら、アロエさんが、カニクリームコロッケ食べてたら、痛風出ちゃって、そうそう、いていていてって言い出したの。そしたら、たまたま同じ店にいたお客さんが、大丈夫ですかって声かけてくれたの。え、ってパッと見たら、その人、アンキモオレンジの西野さん。びっくりした。え、なんで西野さんいるの？なんでいるんですか？なんか近くでシーチキンライブがあって、終わりでちょっと来てたら。あ、シーチキンライブやった。そうそう、シーチキンライブやったので。そうなんだ。たまたますごいね。びっくりしましたけどね。はい。ちょっとですね、発表が遅れたんですけれども、今月末をもって、我々、見返り美人は解散します。